戦いとか争うということをあまりに良いことと思われない風潮があるように思います。もちろん何に対する戦いのかによっては好戦的になることもあります。例えばスポーツの世界ではコンマ1秒の速さを戦う1点の、点をめぐって戦い、集権戦争という言葉は今も健在で、集権者は睡魔と戦いながら勉強しています。しかし、特に相手が権利者である場合には、戦ったとしないで長い物には負けられた方が得策と考えるのが何も日本人だけではないようです。もともことは、誠の力のと権威を持った誠の神様が相手となると、そういう簡単には自分を明け渡さないのが人間でした。戦い相手を間違っているのではないかと思うこともありました。今日取り上げようとしている箇所には、信仰の戦いに必要な武具の話が出てきます。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書エフソの信徒への手紙、エフソの信徒への手紙6章10節から20節までです。新約聖書でお読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなさい、なりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身に着けなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる枠の悪いの奨励を相手にするものです。だからこそ、弱な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身に着けなさい。立って真理を帯として腰を締め、できるように腰を締め、勝利、正理を胸立てとして聞け、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なお、その上に信仰を盾として取りなさい。それによって、悪いものと放つ日の槍をことごとく消すことができるです。また、薬を兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。そのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての霊なる者たちのために絶えず目を覚まして、来ます。根気よく祈り続けなさい。また、私たちが適正な言葉を用いて話し、福音の真実を大胆に示すことができるように、私たちのために祈ってください。私たちはこの福音の使者として、鎖につながれていますが、それでも話す、語られるべきは、大胆に話すように祈ってください。
今は読みました箇所は信仰的な戦いについて2つの大切なことが記されているように思います。1つは誰の力によって戦うのか、2番目は戦う相手は誰なのか、そして3番目は信仰の戦いに与えられた武具は何のですかという3つの大切な言葉でした。それは1つずつ見ていくことにしようしましょう。まず初めに取り上げられるのは誰の力によって戦うのかという問題です。これが一番最初に取り上げられているのは大きな意味があります。パウロはこう進めます。主により頼み、その偉大な力によって強くなさい。信仰的な戦いが自分の力で戦い抜けと言えません。自分の力で戦えると思ってはいけないのです。主により頼むことを、その偉大な力によって強くなることが大切でした。パウロはユダヤ人として優秀な経歴がありました。律法の書にも精通し、ユダヤ人として誇りもありました。もちろんキリストと出会ってからそれらを塵あたくとさえ見なすようになりました。そんなパウロにも自分についての捨てがたい思いが一つありました。それは自分に与えられた一つの尊厳をめぐる思いです。それが具体的に何を指すのかは不明でしたが、少なくともパウロにとってそれさえなければ、もっと力強く福音のために働くことができると思うような生涯でした。その尊厳はパウロにとって自分の弱さであったと感じられました。それが取り去られるように神に何度も祈りでした。しかし神から与えられた答えは、弱さの中でさえ自分に発揮される神の恵みを強さでした。この経験はとっても大切なことを教えています。主の力強さ、主の恵みの偉大さだけが土くれた過ぎない私たちを強くすることができると真理でした。主により頼むこと、主の偉大な力によって強くなるとは逆説的ですが、自分の弱さを受け入れて、すべての神の御手に分け渡すことでした。2番目に、パウロが教えている大切なことは、誰が信仰の戦いのほとんど相手なのかという問題でした。パウロは、信仰の戦い相手は、血肉ではない、つまり人間相手ないという断言しています。人間や社会の背後にあって、人を罪に誘う悪魔の略略策略を支配して権威
暗闇の世界の霊的な支配者こそ戦いの相手であったとパウロは指摘しています。目に見えない相手との戦いでした。これが支配と権威という言葉が使われています。同じような言葉は2章2節にも登場しています。それは記されていました。この世を支配する者、彼の口に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちの肉に今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。人に過ちと罪を犯されるような霊的な力です。悪魔の逆略は居酒屋にもそれと分かるような仕方で人間を争うわけではありません。もっともらしい仕方で人間の罪と栄と誘います。エヴァをいざなったサタンはエヴァに対して神に虐待と言われませんでした。ただ園のどんな木からのも食べてはいけない、どんなと神は言われているのかと疑問を抱かせただけでした。だからこそ神の力に頼って強くなり、神の武具を身にまとう必要があるのでした。そこで3番目に、信仰の戦いに必要な神の武具の話と笑いとして話が進めました。それらは真理の帯、勝利の胸立て、福音の履物、信仰の盾、薬の兜、御言葉の剣と呼ばれています。そこで使われている武器のイメージは、御言葉を剣除く防具のための武具でした。戦う相手は火の槍を放ちですが、こちらに反撃の火の槍が必要だと言われていません。そういう意味では信仰の戦いは地道です。いえ、戦い抜くことができるなのと甘く考えはいけません。攻撃から身を守るためで精一杯あることかもしれません。御言葉の剣も必ずしも攻撃用という意味ではありませんかもしれません。主イエス・キリストは姉のでサタンの誘惑を受けるとき、神の御言葉でサタンの誘惑をすべて吐き返していました。時にサタンは味方のふりをして聖書の言葉を巧みに利用することもあります。キリストを罪へと誘ったサタンは聖書の言葉を持ち出して、神が守ってくださると聖書を書いてあるから高いところから飛び降りてはどうかと誘いました。聖書を手にしてただ表面を読むことではありません。神の望みまれたことは何か、いつも聖書の中に見なす姿勢が大切でした。それこそが御言葉の剣を持つということでしょう。最後にパウロは祈ってついて触れます。今までパウロが述べてきた神の武具はどれも人間が最初から持っているものではありません。真理も聖理も福音も信仰も薬も御言葉を、それら全ての神から与えられたものでした。
それに対して祈りは私たちの側から出るものです。そういう意味で、パオロが今まで述べてきた神の武具とは異なることです。祈りは武具としていう重節から始まる進めの言葉を最初に戻って考えさせる働きをしていると理解することができるです。パオロが一連の進めの最後に主により頼むその偉大な力によって強くなることを勧めました。祈りはそのために必要です。自分のためにそうですが、信仰の仲間、信仰の友のためにそうです。祈りによって神への信頼を表し、確実にすることができるのからでした。